夢ラジオ第4028回、今日は令和4年9月5日月曜日です。時刻は午前11時半、もうすぐお昼の頃。横浜港北は秋の空です。前の森ではセミたちが頑張って鳴いていますね。リスナーの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。さて、4028回目、今回は室町の頃のお話。足利義晴と細川晴元、取り上げましょう。足利義晴と細川晴元さんです。将軍が足利義晴、官吏が細川晴元。この将軍義晴、官吏晴元っていうのは、1531年の頃から1547年あたりまで、だいたい16年間畿内を支配しました。まあ、天下を支配していたと言っていいですね。将軍義晴、12代目です。官吏晴元けれど、まあずっとギクシャクしていましたね。このお二人は16年間も主従関係にあったんですけど、で最後は義晴が官吏の晴元を見限って、そして細川慶長家のもう一派である細川氏綱の方へ、足利義晴はもう与力したわけですね。将軍の義晴が慶長家のもう一派である細川氏綱、これが斜里寺の戦いです。大阪です。けれどこの斜里寺の戦いでは、官吏晴元、そしてその武将だった三好長慶、この力が強くて、結局もう一派である細川氏綱、そして遊佐長範の軍が斜里寺で敗れ、でその氏綱、長範に与力していた将軍足利義晴も没落していった。ただしこの斜里寺の戦い、1547年、天文16年ですね。この時にも12代将軍義晴は将軍職を自分の息子である足利義輝にもう譲っていたので、もう将軍は足利義輝、ただこの時まだ義輝は10歳前後、義晴は没落、義輝はまだ何もできない。斜里寺の戦いの後、2年後に江口の戦い、この江口の戦いでは官吏の細川晴元をその下で働いていた三好長慶が見限って、つまり三好長慶が今度は細川氏綱、そして遊佐長範の側へと寝返って、でこうなったら晴元はもうひとたわりもありませんね。江口の戦い、これも大阪です。ここで三好正長、そしてこの三好正長を応援していた細川晴元が失脚することになります。もう将軍は足利義輝の代、ただ足利義輝はまだ10代そこそこで何もできない。ここから江口の戦いで三好長慶が勝利してから、畿内は三好政権。さて、細川晴元、これが官吏、そしてその上に将軍足利義晴、大物崩れの1531年、これは享禄4年ですね、以降に
この二人は主従関係となるのですが、ただし足利義晴という十字大将軍は、そのもう10年前の1521年、これちょっと覚えておきましょう。十字大将軍の義晴は大永元年1521年に将軍職に就いています。この時11歳。それまでは播磨の赤松義村の下で育てられていました。播磨から京都へ義晴は10歳ぐらいでやってきたんですよ、将軍として。その新しくやってきた将軍義晴を迎えたのが管領細川高国。この細川高国は氏綱のお父さん、まあ養子ですけどね、あの養父高国は自分の子供が早く亡くなったので養子を取って、その養子がさっきの氏綱だったんですね。でこの高国がその10歳そこそこの足利義晴を京都へ迎えた。この義晴の晴という字をこの管領の細川高国がつけたという話が伝わっています。でこの20年代大英から享禄にかけて、この将軍足利義晴、そして管領細川高国、とはいえまだ義晴は10代ですから事実上高国政権、しかも細川高国は1511年あたりからもうヘジェモニー握っていますから、20年近く高国はもう天下握ったんですね、慣例として。その20年のうちに、最初は将軍は足利義稙で、その足利義稙が淡路島に出奔して、もうしょうがないという点で播磨から足利義晴を連れてきた、こういうことですね。ただしこの細川高国も1526年、大英6年には自分の武将である香西元堀を処刑するという失敗をしてしまうんですよ。細川高国は自分の武将である香西元堀を処刑、残言によってね。だから密告によって香西元堀を処刑し、まあ密告なわけですから真偽不明なんですよ。でこの香西元堀の兄弟であった畑野元清、そして柳本片春、これ名字違うけど全員兄弟なんですよ。香西元堀が処刑された、で柳本片春、そしてあの畑野元清、残された二人が怒って、でそれまで高国派にいたのに、もうこの高国ダメだと、うちの次男の香西元堀何の罪もないのに処刑しやがってということで、この1526そして27あたりに、この柳本そして畑野が細川高国のところを飛び出して、四国の細川晴元、ここで晴元出てくるんですよ。でこの頃まだ細川六郎って言ってたのね、晴元は。この細川六郎のところに来た。でこの細川六郎のところには、十二代将軍義晴と兄弟である足利義綱がいた。十二代将軍義晴と四国の阿波、足利義綱兄弟なんですよ。どっちも父親は足利義澄、十代将軍で、この義綱、足利義綱、そして細川六郎、後に晴元、そして三好元長、これ元長は長兄のお父さんですね。そこへさっきの怒って出て行った畑野や
柳本という有力武将が参戦してきて、で細川隆久の牽制が目に見えて落ちていった、ここだということで足利義綱を押し立てて堺幕府を開いた。これが1527年大英7年の頃ですね。堺幕府できちゃったんですよ、足利義綱将軍。堺公方とか堺大樹って呼ばれました。そして細川晴元、三好元長、さっきの柳本片春、波多野元清等々ですね。けれど足利義綱は京の都に上洛はできなかった。一度も。そして1531年ですね、京六の頃、結局高国は尼崎の大物ってとこで亡き者にされて、でいなくなっちゃったんですよ。そうすると十里大将軍義治のもとへ、なんとです、それまで戦っていた相手の細川晴元がもう高国にこの世にいないので、私晴元が義治様にお仕えしますと言ってきたんですよ。って感じで、晴元お前義綱の元で頑張ってるはずじゃなかったのかと、私義治のところへ来るってか。だから晴元は木を見るに敏、義綱見限って義治の方に行ったんですね。高国もういなくなっちゃったから。当然これは義綱から、堺で義綱から見たら裏切りで、三好元長から見ても裏切りで、けどもうどうしようもなかった。実刑は細川六郎にあった。で結局義治の部下となり、それで細川晴元という名前になったんですね、彼も。これが1531とか2とかで、ここからさっきお話したように16年ほど将軍義治、そして管領細川晴元で、堺の足利義綱はまた四国へ戻り、そして三好元長はというと邪魔になってきたので、細川晴元によって亡き者にされた。けれどこういう経緯で自分の慣例になった細川晴元を、もう20歳超えてきた足利義治将軍ですね、はやはり信じきることは当たり前だけどできなかった。で放送の最初でお話した、結局シャリジの戦いでは晴元見限って大物崩れでやられた高国の養子細川氏綱の方へと将軍義治はついて、それで彼が没落していったんですね。イベラジオ第4028回、今回は足利義治と細川晴元、ありがとうございました。